おはようございます。昨日作ったケーキが残っているので食べたいと思います。ミルク、そこそこうまく作れたんではないかと思っております。今日は浅草ゴールドサウンドで弾き語りのライブをしてきます。今週は1日おきに弾き語りライブがありまして、すごく幸せです。でも時間があっという間に過ぎていきます。早いっす、一日が。まああと昨日二日酔いだったと思うんですけどね。もう一度ライブの話ですね。今日浅草ゴールドサウンズで弾き語りライブがあります。出番は鳥の9時半ぐらいだったかなです。そして明後日2月8日のリセットも9時ぐらいからの出演となってます。ごちそうさまでした。
食べきりました。よし、今日もライブ頑張ってきます。ではまた。土蔵でした。さよなら。また明日。